さて始まりました、ゆうてつライナー。今回は急ぎでホームにやってきました。今回のお目当ての車両はこちらの車両。さて奥の方から何やら列車が到着するようです。今回のお目当ての車両は JR 東日本で走っています豪華寝台列車、まあクルーズトレインなんですが、トランスイート四季島です。1年に何回か北海道で運転されます。さて今回の動画は短い動画ですが、よろしくお願いいたします。今回トランスイート四季島を撮影するために札幌駅に来ました。さて驚くことに、なんと隣を走っています721系、こちらに先頭 U シートの1009が入っていたのです。いやーまさか四季島と1009が見られるとは。それでは間もなく発車するようなので撮影していきます。さてさてここでまた驚きの光景、なんと隣を走っています学園都線733系、こちらの前の車両、なんと735系だったんです。ということでこの数分で1009と四季島、そして735系を見れたのです。これ偶然と言えるのでしょうか。かなりすごい確率で見れてます。本日は短い動画でしたがどうだったでしょうか。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。